おはようございます。速稼塾の久保です。いや、最近はね、 YouTube が面白いですね。特にね、令和新選組と N 国党っていうね、この既得権益に対してもう歯に衣着せぬ物言いで突っ込んでいくところがなかなか面白いと思いますね。で、既得権益って言いますけども、既得権益っていうのはね、別に悪いことしてるわけではなくて、まあな、楽に暮らしてるぐらいのものですよね。で、楽に暮らしている既得権益という枠に入ると、そこからやっぱり出たくないわけですよ。皆さんも考えてみてください。YouTube の収入が例えば毎月毎月30万あるとしたら、もうこれ完全に既得権益になっちゃうわけですよね。この30万を守りたくって YouTube に忖度するとか、視聴者さんにね、忖度するっていう、そういう動きも出てくるわけですよ。もうちょっと詳しく言うとですね、YouTube で視聴者数が集められるようになると、その YouTube チャンネルに出たいっていう人が出てくるわけですよ。じゃあその出たいっていう人は自分に対して、すごくね、ポジティブな発言をしてくれる人を出してあげるよってなるけど、自分よりもね、自分に対してものすごく攻撃的な人を出してあげるよってなかなかなんないと思うんですよね。で、私はですね、YouTube やってますんで、アンチの方っていらっしゃるんですよ。で、アンチの方と一緒に YouTube ね、出ることもあるんですよね、実はね。ずいぶん前ですけども。最近はね、なかなかね、アンチの方が出てくれないんですけどもね、まあ、今度ね、出てもらおうかなと思いますけどもね。やっぱりね、稼ぐ系をやってた頃ってよく出てたんですよ。今もまあ稼ぐ系といえば稼ぐ系かもしれないんですけども、なんか日々のね、発信気づきをまあ誰だとお話してるだけってなってきますけども、2013年から2016年の間ってのはもうガンガンに私もね、ビジネスをやってましたんで、そのインターネットビジネス業界にも既得権益ってあるんだなと思いましたね。当然私もそうですよ。私も最初はですね、このインターネットの YouTube の世界で、インターネットビジネスの中で有名な人になんとかね、取り入っていただけないかなっていう感じでよくやってましたけども、あれも確かに既得権益に寄り添う自分の姿なんだなと今振り返るばかりなんですよ。さあ、そこでですね、今日何が言いたいかと言いますと、そのインターネットの世界にも既得権益っていうのがやっぱりできてしまうんですよね。それは最初に人気になった人、最初に収益を上げた人、最初になんとなくうまくいった人っていうのがすでに既得権益化して、そこからですね、全てのものは腐っていくんですよね。まあ、ですので私は言いたいと、インターネットビジネスのもう本当のことをね、裏側といいますかね、本当のことをどんどんお話していって、このビジネスっていうのはこういうところが欠陥がありますよとか、このビジネスは相当リスクが高いですよと、このリスクはほとんどの方には成功できませんよ、もしくはもうすでに前時代的ですよってことをお話していって、もう本当のね、選択肢を皆さんにどんどん与えていくと、しかもそこに課金をしないっていう形をね、取っていこうと思うんですよ。本当のことを知りたかったら LINE アットに登録してくださいねとか、この商材買ってくださいねとか、このコミュニティ入ってくださいねって、そういうのなしにしてですね、もう常に YouTube でね、全てのことをどんどんオープンしていくと。私はなんかね、思うんですけども、今の世の中どういう人に人が集まるかって言ったら、正直な人なんじゃないかなと思うんですよ。なんかのね、策略でセールストークをする人、ポジショントークをする人じゃなくて、いいことも悪いこともそのままね、等身大で伝えていく人だと思うんですよね。しかもそこに金銭の要求をしないとかね、ここも大事だと思うんですよ。お金ください、だったら教えますよっていうのは、確かに情報っていうのはコストがかかりますんで、お金の要求をすることもあると思いますけども、それは情報を受け取った人が確かになと思った後でいいかと思うんですよ。で、私の速稼塾も30年ローンっていうのをやってますよね。だから私の情報を気に入らないと、もしくは気に入らないと思った瞬間からもう支払い必要ないっていう風に設けてるんですけども、でもね、やっぱり情報の価値ってみんなそれぞれなんですよ。情報の本当に大事なことが見分けられる人っていうのは、あ、これはすごいなと、これ確かにこれすごいこと言ってるなと思ったら勝手に課金してくれるんですよね。まあ、そういう時代に来てるんではないかなと思います。私、世の中のものがね、満足度に応じた支払い自由制度になればいいなと思うんですよ。まあ、例えば NHK を見て面白いなと思ったら、他にね、気に入らない番組があっても、その価値に応じて毎月毎月いくらって払ってみるとかね。で、価値を感じなかったらもうね、チャンネルを回すっていう表現も遅いですけども、 NHK のチャンネルを回す価値もないなと思ったら当然見ないわけですから、そういう人からはお金を徴収するべきではないなと。で、どうやったら NHK にチャンネルを合わせてくれるかなってことを日々考えればいいだけなんですよね。まあ、そういうような形で、まあ、NHK のことばっかり言うわけではないですけども、インターネットを通じて、この YouTube を通じて発信している人も、受け取る人がいるからこそ、受け取る人が少なくてもそこに大きな価値を見出しているんであれば、大きな収益になったりね、ありがとうという感謝の気持ちで支払いが生じてもいいんではないかなというふうに思ってますね。はい、というところで、今日の放送は既得権益のことについて、インターネットビジネス業界の既得権益についてちょびっとだけお話していきましたけども、またね、別の機会を設けまして、こういうふうな既得権益がインターネットの世界にありますよってこともお話していこうかと思います。まあ、YouTube ってのは基本的には公平なんですけどね、ちょびっとだけ既得権益に入っています。
それはですね、発言の内容によっては YouTube 広告が自動的につかなくなると、収益化されなくなるってことなんですよね。まあ皆さんも感じてると思いますけども、この人の発言はいいなと思ったらやっぱりね、いいねボタンを押してあげるとか、それからコメントを書いてあげるっていうところも、まあ既得権益に対抗する一つの手段なんではないかなと思います。やっぱり多くの人が支持すればですね、それは既得権益関係なく真っ当な正直な世界がやってくると思うんですよね。勇気を出して行動すること、発信することだと私は思いますけど、皆さんいかがでしょうか。で本日は以上です。